ボケがだいぶ別あるある。タッグバトルする時の違い編。相談型。俺今これ持ってんだ。ってことさ、後ろ刺しても絶対良くね。いや、前でいいな。前後ろ刺さってないから、とりあえず一旦前に動きちゃって。じゃあ、トームダイブで。足手まとい型。こっちのプランと、こっちのプラン、どっちの方がいいと思う？わからん！俺に聞かないでくれ！応援型！これから始まる次あの攻撃、何点入るかわからない、1点2点3点4点5点6点7点8点9点10点11点まだ入る。じゃあバンギロスで1H クラッシュで。極道型。これさ、博士の研究使っちゃっていいかな？てめえで考えろ。ほったらかし型。これで後ろ刺しても勢い、いやでもそしたらバンギやられるしな。マジどうしよう、わかんねえ。ねえ、これどうしたらいいと思う？ん？ストームダイブで。城之内君がやられてしまった。僕なんかがあいつにどうやって勝てばいいって言うんだ。なんだこの輝きは。さあ闇のデュエルを始めようぜ。